佐藤美久の女優道始まります。皆さん、今回も佐藤美久の女優道をお聞きいただきましてありがとうございます。ようやく全国に発令されていた非常事態宣言も解除され少しマシになるかと思いきや、また、東京都は、感染拡大の傾向となかなか平和な、生活に戻ることは難しいですが、皆さんの周りはいかがでしょうか。新しい日常の獲得のためにいろいろな本当に10年前ならからですね、みんなが笑う、そして、10年後も笑ってしまうような、これまでとは全く異なる生活習慣が始まろうとしております。この前うちのスタッフと、2人でご飯屋さんに入ったら、いきなりテーブルをアクリル板で仕切られまして、おかずのシェアとかが、なんかできないばかりか何か会話もなかなか、アクリル板が邪魔になってなかなかできず、そそくさと食べ終わって、すぐに出てしまいました。まだまだ私の中で新しい生活様式は、頭で分かっていても消化できていません。ただ今まで以上に、手洗いうがいをまめにすることと、お店に入ったらすぐに消毒液を探したり、電車なんかもですね、できるだけ、混んでいない車両を探したりと、これだけでも完全に新しい生活様式の一端だと、感じています。とにかく1日も早く、収束宣言が出て薬も開発されて、秋以降コロナが、再び、猛威を振るうことのない日々になることを願うばかりです。そして前にもお話ししましたが、とにかくまだ残念ながらゴールは、見えませんが、エンドレスなストーリーは存在しません。みんなで強く気持ちを持ち続けて、楽しいこと満載のエンターテインメント、そして日本、世界がワクワクできる日を信じてですね、今回もこの番組進めてまいりたいと思います。それでは今回最初のコーナーはミクのマンスリーダイアリー。このコーナーは毎月その1ヶ月間で営業やお仕事現場などで何を感じ学んだかなどを紹介させていただくコーナーです。先月もいろいろな現場に出演参加させていただきましたのでご報告させていただくコーナーなんですが、まだご存知の通り、新型コロナウイルスの影響で映画やドラマの撮影がようやく、少しずつ稼働しだしたかなという状況ですので、今月もですね、趣向を変えまして、スペシャル版ということで7月中には、まず予告編が公開されるであろうと思っております。佐々木千秋さんと私佐藤美久のダブル主演映画ラストソングはについてですね、予告も含めて改めて少しお話しさせていただこうかなと思います。でですね、まずタイトル、ラストソングはなんですけれども、この、タイトルに込められたメッセージといいますか、ラストソング、ラストって最後という意味強いと思うんですけれども、ラストではなくて次もあるんだよ、次に送り出すというか次もあるんだよというメッセージも込められている、タイトルにもなっておりますし、実はちょっと私もねこの大事なセリフの一つでもあるんですけれども、そこもねぜひ注目していただいて聞いていただけたらなって、ご覧いただいてねいただけたらなというふうに思います。はい。そして、監督なんですけれども、映画私が、主演させていただきました映画22世紀グーワーと同じくですね、泉沢安友監督で、作品をね、作りさせていただいております。はい。やはり若い監督でございまして、一応年齢も一応近いところではあるんですけれども、なのですごく分かりやすく説明してくださったりだとか、もう衣装の提案であったりとかすごい事細かく教えてくださる、監督だなと常々思っておりますし、22世紀グワの時も思いましたし、今回もすごく力を入れてラストソングをですね、撮らさせていただいて、そして、編集もね頑張っていただいているというところなんですけれども、本当に大変お世話になっている方の一人だなというふうに思っております。すごく私も完成が非常に楽しみでございます。はい。そして、脚本なんですけれども、本ですね、台本ですね、なんですけれども、脚本を書いていただいているのはですね、実は
実はなんですけれども、私の事務所の社長、井上克也というものがですね、まあ、私の事務所の社長なんですけれども、が書いてくれて、書いていただいておりましてですね、はい、すごくこの、まあ、そうですね、この井上克也さん、私の事務所の社長なんですけれども、20本以上ぐらいですかね、社長の台本で、私、ずっと映画をですねたくさん出演させていただいていたんですけれども、すごく分かりやすく、そのキャラクターがこう描写されているので、私もすごく入り込めやすい感じかなというふうにいつも思っておりまして、今回というか、このラストソングはでは、私神宮寺燕っていう役なんですけれども、結構、まあ、今までと違う部分っていうと対話の部分が多かったり、あとは表情だけのシーンっていうのがすごく多かったなっていうふうに今でも感じます。ちょうどね、今私の映像配信もご覧いただいている方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、台本ね一応今日も持ってこさせていただきました、はい、なんですけれども、すごいね本当にちゃんと本になって、はい、もうずっと撮ってあって、はい、なのですごいやっぱ私自身も思い入れも強い、映画ですので、ぜひ、まあ、そうですね、対話の部分とか表情で顔の表現っていうのなかなかやっぱ難しい部分、ちょっとの角度でもだいぶ違ってくるわけですよ、カメラで自分の顔がアップで写ってると、まあ、なかなかそこも難しいかなというふうに思いながら読んで、まあ、挑ませていただいたんですけれども、でもすごく非常に分かりやすく書いていただいて本当にありがとうございます、感謝しております、はい、ちょっと照れくさいんですけどはい、そしてですね、出演者なんですけれども、私、所属しております事務所がですね、プラスボックスという、事務所なんですけれども、PL、英語の大文字ですね、PLUSVOX ですね、プラスボックスという、事務所なんですけれども、そうですね、もうオールプラスボックスで出演させていただいております、まあ、当時、まだ新人でありました、有本ひとみちゃんもですね出演しておりまして、そしてここの、ラストソングはでデビュー作かと思うんですけれども、まあ、鳥羽公子くんもですね、この映画で初参加ということで2人とも頑張ってたと思います、はいそして私、そして、鈴木千秋さん、他にもですね、あきらちゃんであったり、そうですね、安田くん、そして公子くんと本当にオールプラスボックスで全力で、頑張らせていただけたかなというふうに思っております、はい、いやもう何ですかね、こう身内感といいますか、でも緩まず、ちゃんと締めるとこは締めて頑張らせていただいたかなというふうに思っております、はい、もう特に初めて参加というか出演した、有本ひとみちゃんであったり、鳥羽公子くんは、まあ、大変だったと思います、本当に、いや初めてで、しかも自分がこうカメラの前で立ってというか映ってセリフを言うってなかなかやっぱ緊張すると思いますし、あ、自分でここダメだったなって思ってる部分もあるかと思うんですけど、でもやっぱそこは経験だと思うので、これからもね頑張っていただきたいなというふうに思います。私自身もそうなんですけれどもね、はい、私も最初はそうでしたから、はいということで、じゃあちょっとね、まあ、この今回のこの、ラストソングはの、まあ、あらすじをですねちょっとお話しさせていただきたいかなというふうに思うんですけれども、まあ、ラジオがテーマなんですよ。でまさしくここの今私が、今話させていただいているこの場所が舞台となっております、はい、ぜひ映像配信版ご覧ください。黒でね、バックが黒なんですけれども、はい、ここがねほんまさに撮影現場だったんですけれども、はい、で、鈴木千秋さん演じる大崎咲さんがですね、まあ、ラジオをやめてしまうと、で、まあ、そこから、まあ、その大崎咲さんが、好きなそのキーソング、好きなというか思ってこれを流したいというキーソングをですねこう探していったり、そして、他の、何ですかね、番組の、まあ、スタッフですねの人たちで力を合わせて、
そのキーソングをどうやって、獲得すればいいのかとか、あとはどういうふうにこう大崎早紀さんを送り出せばいいのかっていうのをですね、すごく表現されている、ラストソングはという作品なのかなというふうに思います。はい、結構感動します。もう私も現場で泣きそうなところ何回もありました。はい、ぜひそこにも注目していただいてご覧いただけたらなというふうに思います。そして私佐藤美久の役どころなんですけれども、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたが、役名が神宮寺つばめ。神宮寺っていうのは、まあ、皆さんも分かると思うんですけど、神様の神に、宮にお寺の寺で神宮寺で、つばめはひらがななんですね。で、構成作家兼プロデューサーという結構なかなか重役といいますか、大事な、ね、ポジションの部分だと思うんですけど、なかなかこういうかっちりした大事な役って、まあ、私の本当の、まあ、性格の部分とはちょっと違うしっかりしたお姉さん姉貴部分っていうのもあったりとか、葛藤してる部分とか、すごくしっかりしてるなあつばめちゃんっていう感じの子なので、はい、ぜひそっちもね、これ私が普段こうやって喋ってる感じと多分全然違うと思うので、そこも注目していただけたらなというふうに思います。なかなかこう少女漫画に出てきそうな名前なんですけれども、劇中ではすごいしっかりしてる女の子になってます。はい、そしてですね、キーね、先ほどねキーソングがあるというふうにお話しさせていただきましたけれども、キーになる楽曲なんですが、佐々木千明さんが、歌ってらっしゃる、そして、ラジオでも結構流れてると思うんですけれども、エモーションという、楽曲でして、映画エモーションの、楽曲で、エモーションという曲なんですけれども、この楽曲はですね、元アイウィッシュ、そして音楽プロデューサーの奈緒さんがですね作曲されている曲でもあるんですけど、私もね去年、ライブで歌わせていただいている楽曲なんですけれども、これがまたすごくバラードでしっとりとした、楽曲になってまして、ぜひそっちのエモーションもですね、ぜひ聴いていただけたらなというふうに思いますので、ぜひそちらも注目いただければなと思います。はい、そして撮影のエピソードをねお話しさせていただきますと、まずはですね、当時新人でありました、有本ひとみちゃんですねが、この番組もゲストに来てくれましたけれども、オーボエが吹けるらしくて、オーボエって私初めて見たんですけど、まあ、そのオーボエをですね、保育園をお貸しいただいて、輝きビビ保育園さんをお貸しいただいて、そこで吹くっていうシーンだったんですけれども、まあ、なかなか彼女も苦労した部分があるんじゃないかなと思います。はい、でも聞いてても、あ、頑張ってっていう風に、私も一応ねスタッフとしても私もいましたので、陰ながらそっと応援しておりました。はい、でも難しそうだな、覚えと思いました。はい、そして、まあ、今言いましたけれども、保育園ねお貸していただいて、でそこの、園児の方々、園児の方にもですね、園児の皆さんにも、出演いただきまして、もう可愛くてですねてちてち歩きがすごく可愛くて微笑ましかったなというふうに思います。そして、看護師さん役で、コスプレイヤーのレンさんという方が、出演いただきまして本当にありがとうございます。そしてですね、私も、ご一緒させていただいておりますラジオ番組、同じくここ市川ララFMさんですね、誠の間の、メインパーソナリティのでもあります誠さんもですね、出演されております。はい、劇中の写真でも写っておりますので、ぜひそちらご覧いただけたらなというふうに思います。そして、この番組の、ディレクターでもあります斉藤ディレクターもですね、写真で登場しておりますので、そしてぜひそちらもご注目ください。そして、私ね、事務所の社長、そして、台本をね書いて脚本もねしていただきました、うちの社長も出ております。そして、フードコーディネーターとして青木由美さんがですね、この番組のゲストに来ていただきましたが、青木由美さんも出演されておりますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。そして、まあ、遠方ロケもありまして、千秋さんが遠方ロケで行かれたんですけれども、その映像も私ちょろっと見させていただいて、もうなんかすごいいいなって思ってしまいました。ちょっと羨ましいと
しまいましたけれども、すごい綺麗なところでやってらっしゃるなというふうに思いますので、ぜひそちらもご注目ください。でフードコーディネーターの青木由美さんですね、お料理もたくさんご用意いただきまして、4品だったと思うんですけれども、その中でももうあの手羽先が一番めちゃくちゃ美味しかったなというふうに思っております。本当あんな風にパパッと作れる女性に私もなりたいでございます。はい。さてさて、で私が、歌わせていただきます、まあ、主題歌、このラストソングはの主題歌なんですけれども、歌詞がですね、もう映画そのものだなと、こう映画そのものを書いていただいているなというふうに思います。この、 あの作詞も実は、私の事務所の社長が、作詞をしております。はい、相当苦労したようで苦労番長めちゃくちゃあの聞いてるんですけれども、相当苦労したみたいで、なかなか歌詞ってすごい大変なんですってね、びっくりしました。なんか結構こう言葉の数を合わせなきゃいけないというのも聞いて、いやそんな大変なんだっていうのを知って、ありがとうございます、もう感謝の気持ちいっぱいです。もう脚本もしていただいて本当にありがとうございます。そしてメロディーなんですけれども、結構、まあ、ミディアムという、まあリズミカルで、アップテンポではない曲なんですけれども、でもすごく特にサビなんかは非常に耳に残る楽曲となっておりますね。こちらもなんと、音楽プロデューサーなおさんに作曲いただいておりますので、ありがとうございます。もう嬉しい限りです。はい、もうねすごいもう責任重大なんですね、私がね。なので頑張らせていただけたらなというふうに思います。そして今後の、まあ、展開なんですけれども、このラストソングはという、映画なんですけれども、まあ、映画22世紀グーワのように、できればまた海外で、まあ、なかなかこのご時世なかなか難しいかと思うんですけども、また海外で公開ね、していただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひともこの映像配信をご覧でいただいている方々、よろしくお願いいたします。このラジオねお聞きいただいている方もですなんですけれども、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあそうですね、7月中には、予告編がアップされるということですので、ぜひそちらを見ていただいて、少しでもこの作品気になる、ラストソング気になると思っていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ、公開をお待ちいただけたらなというふうに思います。以上、映画ラストソングはリポートのコーナーでした。片寄りムービーリポートのコーナー。このコーナーは私佐藤美久が趣味の一つである映画鑑賞に行っているので、その中で1ヶ月のうち見た作品の中でいろんな意味で注目したものについて、邦画洋画問わず独断と偏見でご紹介させていただくコーナーです。しかしながら、このコーナーもなかなか、先ほどから何回もお伝えしておりますように、確かに私の地元でもですね、少しずつ映画館も、開き始めておりますが、なかなか、足が向かない状況ですので、今回は、不朽の名作と言われるあえての黒澤明監督の生きるを家で拝見いたしましたので、そちらについてですねお話しさせていただきたいなと思います。まず、サイト情報によりますと、この映画生きるは1952年昭和27年10月9日公開の日本映画で、東宝制作配給、監督は黒澤明、脚本は羅生門の共同執筆者橋本忍と海賊船の小国秀夫とが、黒澤明に協力している。撮影は息子の花嫁の中井明和、中井朝和、出演者は、戦国ぐらいの志村隆、相手役に俳優座研究生から選ばれた小田切美希、映画人から藤原鎌足、千秋実、田中春夫、清水正夫、その他文学座から金子信夫、中村信夫、南義江、丹阿美八津子、俳優座から、永井智夫、木村勲、関京子など、東宝創立20周年記念映画ということで、簡単なあらすじはと申しますと、市役所の市民課長渡辺は30年間無欠勤、事なかれ主義の模範的役人。ある日渡辺は自分が胃がんで
余命いくばくもないと知る絶望に陥った渡辺は歓楽街をさまよい飲み慣れない酒を飲む。自分の人生とは一体何だったのか。渡辺は人間が本当に生きるということの意味を考え始め、そして初めて真剣に役所の申請書類に目を通す。そこで彼の目に留まったのが市民から出されていた下水だまりの埋め立てと小公園建設に関する陳情書だった。この作品は非人間的な官僚主義を痛烈に批判するとともに人間が生きることについて哲学を示した名作でもあるということで、今回生きるという作品を拝見させていただきました。なんというか黒澤明監督の作品を拝見させていただくのは初めてで、で、まず白黒なんですね絵が。それも私初めて拝見させていただいたんですけれども、なんというか全体を見通してなんだかこの1952年の時なんか今現代を予言しているかのような、すごい今現代の方も本当にご覧いただきたい一本だなっていうふうに非常に思いました。もう本当このタイトル通りです。もう生きるってな、まあ、改めて聞かれるとなかなか表現しづらいと言いますか、いやなんかこの映画を見てると非常にやっぱ悲しい部分があって、もう最初の時点でこの渡辺さん、市役所の市民課長渡辺さんのもう胃がんだったっていうのはもう冒頭の時点でわかるんですね。もうナレーションの時点でこの人は胃がんなんですっていうナレーションが流れるんですね。それがまた今までにない感覚というか、私がたくさん映画拝見させていただいた中でこういう始まりすごいなっていうふうに思いまして、そこもなんかすごい感化されたというか、わこういう今まで感じたことないなあというふうに思いまして、その渡辺さんが胃がんっていうのは私たち見ている側は知っているんですけれども、その映画でこう出てくるいろんな登場人物本人以外の何人かは胃がんっていうのは分かってるんですけども、息子であったり息子のお嫁さんっていうのは全然知らないっていうことなんですね。でも見ているこちら側からしたら知っているわけで、すごいもどかしいんですね。はい、言ってほしいというか、でもその言ってしまうとっていうその渡辺さんのこの葛藤というか、志村たかしさん以上渡辺さんの葛藤がものすごく感じられて非常に涙を誘う部分がたくさんありました。で特にこの志村たかしさんの目の表情というか一切というか、まばたきが全くないんですね。これって今現代の映画ドラマ、いろいろありますけれども、撮影においてまばたきってあんまりしちゃいけないんですね。はい、なのでこうパチ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 ってやっちゃいけないっていうのがすごい引き継がれているなっていうふうに思いましたし、私見ている私もあこう何十年も先輩の方からこう引き継いでるんだなっていうと、なんかすごいなんというかこう表せない感情っていうのがやっぱ出てくるかなと思います。非常にこの若い方に非常に見ていただきたいなっていうふうに思います。もし自分がこんなこういうふうになる時が来たらって思うとやっぱちょっとゾッとしますし、自分どうなっちゃうんだろうなっていうふうに思いました。はい、非常に名作ですので、ぜひ皆さん今なかなかね映画館に出向くことでなかなか難しいかと思うんですけれども、今本当にスマホとか携帯とかパソコンでも今見れる時代ですので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひ生きるご覧いただければなと思います。以上、今月の偏りムービーリポートのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましたリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッターもしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどチェックしてみてください。そして、お聞きの皆さん、どうかこの番組のご意見ご質問感想など、お便りを送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは
info@plus-vox.com info@plus-vox.com 佐藤美久の女優道までお待ちしております。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。